こんにちは。今日はこの物件を紹介していくぜ。フラワーストーン。お部屋には階段でもエレベーターでも行ける感じなんだぜ。ここの2階には歯医者さんのお店もあるんだね。虫歯ばかりのあなたにはもってこいの物件やで。大きなお世話だと言いたいところだが、ほんとそれな。歯が痛くなってもすぐに見てもらえるんだぜ。校内事情はここまでにして、そろそろ部屋を見ていこうか。オープン。いきなり壁だね。同時に話すなや。まずはメインの部屋からだね。お部屋に家具が配置されているから生活をイメージしやすいですよね。植物を置いてる。かわいい。植物は部屋の雰囲気を大きく変えますからね。有効活用されることをおすすめいたします。扉で寝室と分けることもできちゃうんですね。キッチンを見ていきましょうか。料理できたらカウンターにさっと置けちゃいますね。これ机に持って行って的な会話が想像できるね。収納はどんな感じですか？大きい扉が2つと、小さめな引き出しが3つあるから分けやすいよね。女性が一番気にする部分も大丈夫そうだ。誰が訪ねてきたかもこれで一目瞭然。浴室コーナー行ってみるよ。洗濯機のコンセント以外にも、洗面台に左右2つコンセントあるのは便利なポイント。お風呂の鏡にも物が置ける工夫がなされているんだぜ。温度ももちろん管理しやすい環境だぜ。自動ボタンにお任せしちゃおう。トイレもウォシュレット完備。私には必要な機能なんだぜ。どうでしたか？広さも十分でしたでしょう？しかも機能もすごく充実していて有料物件でしたね。次回もまた別のお部屋でお会いしましょう。